はい、阪神さん。高校生投手をエースクラスに育成成功してしまう。才木浩人、5勝3敗、4位。防御率 1.53、2位。奪三振率 9.36、1位。去年の山本由伸レベルやな。これは、神。3敗、妙だな。成功した藤波。実は高校生時代憧れていたのは大谷というわな。なお25歳。身長189センチメートルという恵まれた体型から繰り出される回転数の高いストレートと鋭く落ちるフォーク狙いを絞らせないためにカーブも添える。コントロールも四球連発するほど破綻しない。こいつ見てると奥川は早く手術しろよってなる。山本世代すごすぎだろ。すごいなトミー・ジュン。やっぱ150キロ出せるピッチャー強いわ。地元も地元やから今後何年かローテ巡れたら地元の大スターやな。手術して球速くなるならみんな手術すればええねん。身長が高いとエンジンもでかいし、伸びしろありまくりやな。高校時代から伸びまくったわ。本格派で見てて楽しいわ。才木はエースって言いたくなる雰囲気がある。夏強かったら沢村あるな。開幕前は才木西潤で、同列みたいな感じやったのにな。ここまで差がつくとは。能見さんが中学の頃からつばつけといてくれてほんまよかったわ。才木はしなやかで体柔らかそうなのがいい。謎の公立高校出身で甲子園も出てないのに、ドラさんはなかなかようやったね。壮行試合で大谷に被弾して格を上げた男。阪神は知らんうちにエースが生えてくるのやめろ。一番最初に憧れを捨てた男。